はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は FFBE フォースシーズン MV 確定チケット当たりランキング紹介していきたいなと思います。今回排出対象になっているのがこちらの12体。まあ見てわかる通り綺麗な外れ当たりが分かれているかなと思いますが、そのランキングを紹介していきましょう。ではまず当たりランキング、まあ優先度の高いティア1はこちらの3人ドンというところで、イハナ、エルマティル、イシェ、こちらの3人が大当たりかなと思います。まあそれぞれ理由を載せていますが、やはりですね、3種族に対するキラー 250% 付与ができるイハナとエルマティルは強いなというところで、最上位の当たりかなと思います。で、イシェに関してはマスクラ強化で現環境最強氷属性デバッファーへと昇格いたしましたため、今回ランクインという形になりました。まあまあまあ順当な順位かなと。では続いて、まあ、優先度2的なやや大当たりを紹介していきましょう。やや大当たりはこちらドンと、この4人、タイバス、トゥーリエン、レフティア、リュース、こちらの4人かなと思います。それぞれ理由を述べていますが、タイバス固有 VC 持ち、ルンドと合わせて超高火力体験デバフを持ってます。トゥーリエンは土属性最強のデバッファー、 89% の防御デバフ、土の 160% が可能です。で、レフティアちゃんに関してはステバフの LB300、 そしてエレメンタルパワー持ちというところで、火属性の、まあ、フィーナがねちょっと登場してしまったため優先度としてはやや下がってしまいましたが、十分な火属性、バッファーとなってます。続いてリュース。リュースは水属性のサブアタッカーという枠になるんですが、剣デバフを持っていて、ティーダの服で、さらなる火力アップが見込めるため、こちらのティア2にランクインいたしました。続いて、ちょっと普通、まあ、外れに近いかなというティアーさんがこちら、バンヘルマー、そしてネイリッカ。まあ、この二人に関しては、まあ、ちょっとね、バンヘルマーは現環境だとやや物足りないかというところで、まあ、ちょっとこう、ティーダの服の対象外というところもあって、ストーリーの強化待ちかなと。ネイリッカも高火力なんですが、種族特攻に依存しすぎていて、種族特攻以外の、敵に対してのダメージが期待できなさすぎるので、こちらにランクインという形になりました。では最後、もう外れ、出たらもううわってなるレベルのキャラクター3人がこちら。ハーベ、カル、ラス。いやーもうね、もう言わずろも知れた外れですね。特にハーベは器用貧乏。デバフの最高値が 87% はもう現環境では通用しない。そしてレフティア好きの僕の恋がたき。またカルに関してはもうブリジャザの発動が遅すぎて、メイン火力を出すのにもちょっともうめんどくさすぎると。で、さらにチェインに組み込みにくいっていうところもある。まあ火力自体ももう LB バフとかも乗らない環境だと正直戦っていけないかなと。で、最後ラスウェルはホモウェルと。いうところでした。いかがでしたでしょうか。今回僕が紹介したいランキングはこんな感じとなってます。では早速に2枚チケットあるので回していきましょう。僕の狙いはあと1枚で貫突できるレフティアちゃん。まあ、もしくはかけら配布がなかったトゥーリエンあたりが来てくれるとめちゃくちゃありがたいかなというところで、出るのは外れよ。知ってる。マジで外れしか出ないんだろうなと思いつつ回してる。メンタルへのダメージはマジ最小。さあ、2連目回していきましょう。ここでもまあほぼ出ないけど、さすがにハーベかぶりだけはやめてくれ。動画的にはむっちゃ美味しいけど。さあ、誰来るか。あは、なんとも微妙なキャラクターが出てきました。リュース。まあ、貫突に近づけば近づくほど、あ、でもリュースはスパトラ強いからいいかな、ネイリッカも。あ、そうね。スパトラが150の攻撃力ある BE 限定だから、まあ、ワンチャンありっちゃありかなというところで、僕はハーベ、そしてリュースが出てまいりました。皆さんはどんなキャラが出ましたでしょうか。ぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃ、またねー。